警察官もびっくり未明のすすきので職務質問中に通りすがりの全く関係ない女が車のドアを突然足蹴り酔っていて記憶にない職務質問のため止まっていた車のドアを蹴って傷をつけたとして女が逮捕されました逮捕されたのは住所不定無職の41歳の女です 女は8月8日午前3時半ごろ札幌市中央区南四条西一丁目で軽自動車のドアを蹴って傷をつけたとして居合わせた警察官にその場で逮捕されました交通機動隊がパトロール中に軽自動車を呼び止め職務質問をしていたところ近くを歩いていた女が突然近づき車のドアを蹴ったということです逮捕後の調べに対し女は酒に酔っていて記憶がないなどと話しているということです 車を運転していた30代の男性と女は全く面識がなく、警察はなぜ車のドアを蹴ったのか、動機などを詳しく調べています。